日本のスーパースターグループナンバーアンダーライン愛と中国のジャクソンワンがコーチェラで披露したラップソングが iTunes で1位にグループナンバーアンダーライン愛と中国のジャクソンワンがコーチェラフェスティバルで歌ったラップソング GOAT がアメリカの iTunes ストアでの1位になりましたこの素晴らしいパフォーマンスによって彼らの曲がますます注目を集めています 日本のスーパースターグループナンバーアンダーラインアイと中国のスーパースタージャクソン1が4月15日にアメリカのコーチェラフェスティバルで驚くべきパフォーマンスを披露しました。彼らの共演は観客を魅了し、その後 iTunes ストアでの成功につながりました。彼らの曲 GO トはアメリカの iTunes ヒップホップチャートで1位を獲得しました。この快挙によって、 ナンバーアンダーライン愛はますます国際的な注目を浴びています。彼らの曲は、グローバルな音楽市場で成功を収めており、彼らの才能と努力が認められています。グループのメンバーであるユタジングジ、シュヒラのユタキシは、その独自のスタイルとパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。このコラボレーションの成功には、多くの要因が絡んでいます。まず、 ナンバーアンダーライン a とジャクソンワンという、それぞれが独自のファンベースを持つアーティストが、異なる文化背景を持ちながらも、共通の音楽言語であるラップを通じて結びついたことが大きな要因です。彼らの楽曲、Go トは、その魅力的なビートと強烈な歌詞によって、世界中のリスナーに訴えかけ、彼らのファンベースをさらに拡大させるきっかけとなりました。さらに、 コーチェラフェスティバルという世界的に有名な音楽イベントでの共演は彼らの知名度をさらに高めることに成功しました。コーチェラは世界中から数多くの音楽ファンが集まる場であり、そのステージでのパフォーマンスはアーティストにとって大きなプレッシャーも伴いますが同時に大きな機会でもあります。ナンバーアンダーラインアイとジャクソンワンはそのプレッシャーに打ち勝ち、 素晴らしいステージを披露しました。この成功の背後には、ファンのサポートも欠かせません。両アーティストのファンは SN、SNS を通じて熱狂的に応援し、彼らの楽曲を広めるために努力しました。特に、日本のファンからの熱い応援が、ナンバーアンダーライン愛にとって大きな力となったことは言うまでもありません。彼らの音楽が海外で評価されることは、 日本の音楽シーンにおいても大きな意義を持ちます。また、このコラボレーションが示すように、アジア圏のアーティストが世界的な舞台で活躍する機会が増えていることも注目に値します。近年、K-POP や J-POP などのアジアのポップカルチャーが世界中で人気を博し、アジアのアーティストが世界的な成功を収めるケースが増えています。 この傾向は今後も続くと予想され、世界の音楽シーンに新たなダイナミズムをもたらすことでしょう。コーチェラフェスティバルは、世界的に有名な音楽イベントであり、数多くのトップアーティストが出演します。ナンバーアンダーラインアイとジャクソンワンの共演は、アジアの音楽シーンがますます国際的な注目を浴びていることを示しています。彼らのパフォーマンスは、 異なる文化とスタイルを持つアーティストのコラボレーションの力を示しており、音楽の枠を超えた魅力を放っています。今回の成功は、日本の音楽産業とアジアのエンターテインメント業界全体にとって重要な意味を持ちます。ナンバーアンダーラインアイとジャクソンワンの共演によって、アジアのアーティストが世界的な成功を収めることができることが証明されました。 彼らは苦労と努力を重ねてきた結果であり、その才能は世界中のファンに受け入れられています。この成功は、音楽の力が人々を結びつけ、文化を超えた架け橋となることを示しています。音楽は言葉や国境を超えて感情を共有し、人々を一つにする力があります。ナンンバーアンダーアダライン愛とジャクソン1のパフォーマンスは、その一例です。 今後もナンバー・アンダーライン・アイとジャクソン・ワンの活躍に注目が集まることでしょう。彼らの音楽は、ますます多くの人々に届き、世界中で愛されることでしょう。彼らの成功は、若い世代に勇気と希望を与え、夢を追い求める人々にとっての励ましとなります。ナンバー・アンダーライン・アイとジャクソン・ワンの共演は、音楽界における新たなる偉業です。 彼らの才能と情熱は、これからも多くの人々に感銘を与え続けるでしょう。彼らの活動と成果に期待し、彼らがさらなる成功を収めることを願ってやみません。最後に、この成功を祝福する声が SNS アで広がっています。ファンたちの喜びや感動が、コメントや投稿を通じて表現されています。 彼らの楽曲が世界中の人々に届くことを願い、彼らの活躍を称える声が数多く寄せられています。今後もナンバーアンダーラインアイとジャクソンワンの活躍から目が離せません。彼らの新たな楽曲や活動に期待が高まるばかりです。彼らの成功がアジアの音楽シーンのさらなる発展につながることを願ってやみません。この成功の裏には、 どのような要因があると思いますかアジアのアーティストが世界的な成功を収めるためには、どのような課題があると考えますかあなたのお気に入りのアジアのアーティストは誰ですか彼らの音楽があなたにどのような影響を与えていますかまた、この成功を祝福する声が SNS で広がっています。ファンたちの喜びや感動が、 コメントや投稿を通じて表現されています。彼らの楽曲が世界中の人々に届くことを願い、彼らの活躍を称える声が数多く寄せられています。今後もナンンバーア n o 1イとジャクソンワン1の活躍から目が離せません。彼らの新たな楽曲や活動に期待が高まるばかりです。彼らの成功が アジアの音楽シーンのさらなる発展につながることを願ってやみません。この成功の裏にはどのような要因があると思いますかアジアのアーティストが世界的な成功を収めるためにはどのような課題があると考えますかあなたのお気に入りのアジアのアーティストは誰ですか彼らの音楽があなたにどのような影響を与えていますかこのコラボレーションは ナンバーアンダーラインアイとジャクソンワンのファンにとって最もエキサイティングなものでした。彼らへのサポートに感謝します。コーチェラでの初めてのパフォーマンスは大きなインパクトを与えました。観客たちは感動し、驚きました。ナンバーアンダーラインアイは本当にすごいです。彼らの素晴らしいステージに感謝します。この喜びを皆さんと共有できて嬉しいです。 さらなる成功を祈っています。コーチェラでのパフォーマンスは多くの人々に感動を与えました。ファンとして泣けるほど嬉しいです。ジャクソン1ナンバーアンダーライン愛88ライジングに感謝します。彼らのサポートがあったからこそ今回の成功がありました。